こんにちは、さあっ今日はですね、今、まあ、英語に限らずその勉強の仕方みたいなもんで自分がなんか最近思ってることっていうのを話したいと思います。で、まあ前にあの多読のおすすめの本みたいな感じでうつでさんの本を出したんですけど、まああの人が言ってるのはとりあえずなんか高速に回転しろ、大量に回転しろっていうことをおっしゃってるよね。だからまあ それが結局そうでまあ速読が何で必要なのかっていうとそれはいっぱい繰り返すためだっていうことなんだけどだまあゆっくりやってたら1回繰り返す1周するのにすごい時間かかるじゃないですか,だからその分早くやって何回もゆっくり少しずつやるより早く何回もやっちゃった方が記憶に残りやすいし効率もいいよっていう話なんだよねだからなやっぱり繰り返すことだからまあ単語帳とかでも1個1個 まあ、文法書でも何でもいいけどさ、まあ、英語に関して言えばねなんか少しずつあなんか完璧に少しずつしてって一周するっていうのだと結局終わった時に一番最初戻るとあんま覚えてないってことはよくあると思うんだけどだから、まあ、別に全然分かんなくてもいいからとりあえず何週も何週もまあその質が落とす方がいいっていうと間違ってると思うけど完璧にしな状態 じゃないと進めないっていうよりは、まあ、それちょっと落としてもいいから何周もする方が絶対、あのーまあ、効率いいし、まあ、効率ばっか求めるのもどうかっていう話もあるけど <laughs> それ、まあ、いいえ効率もいいしまあ頭記憶にも絶対登りやすいんだよねだから何回も何回も出会うわけだから,だからまあそういう話を詳しく知りたければその内田さんの本を読んでほしいんですけどっていうのはあるんですよだから まあそれは別にね他の勉強のことでもそうでねまあ社会でも何でもそうだけどとりあえず何回も読む10回でも20回でも読むっていう方がまあ記憶に残りでそっちの方が勉強法としてはいいんじゃないのかなっていうふうに僕は、うん、最近っていうかまあうつれさんの方に出会ってからそういうふうに思って自分の勉強法を変えたんでだそう思うとね受験生時代の あの時の勉強法はひどいもんだったなと思うんですけど、っていう話でしました。それでは、まあ、うん、もっと興味ある人は、うつりさんの本を読んでください。それでは、さよなら。